どうも、フェザーです。はい、今回はですね、ちょっと大会の方をやっていこうかなと思いまして、で、大会でも立てない、これ、作成はしないですよ。で、まあね、タイトルに書いてると思いますけども、まあ、乱入しようかなと思いまして、今から探していこうと思います。基本探すコツとしては、こうやって、なんでしょうね、英語で、一単語だけで検索すると当たりやすい気がします。ザーは多いから、インとか。うん。こういう、なんでしょう。二文字系で。いや、フォーとか、うん。こういう感じで検索していったら、はい、そのうち当たりますんで。はい。おっと、入れましたね。あと2時間か。いや、ちょっとこれは条件が厳しいな。ちょっと今すぐやりたいんですよね。今すぐ。おっと、いけた。よし、入れました。やっと入れました。終了まであと1時間ですね。じゃあ、このデッキで、いつものデッキですけど、やっていこうと思います。おい。ちょっと音がおかしいぞ。ちょっと痛いな、ちょっと痛い。まあ。なんとかなるでしょう。パルチかよ。パルチ、俺も欲しいぞ。大丈夫。いや、ここで左ですね。よしよしよし。で、ザップを用意。OKOKOK、はまった。おっと、エリクサー濃かすぎにいいですか？あのタイミングでトルネードはちょっと愚策ですね。大丈夫。これなら大丈夫。楽々処理。よし、これはいけるんじゃないか。ここで右。おっと、そしてザップを打ちます。あー、かん。ちゃんと重ねることができないとダメですよね。こういうとこですね、私のダメなところは。フェザーのダメなところは、ちょ、オートがまた途切れた。ここでアイスじゃない、ファイアースピリット、一発入れ。あ、いける。よし、これはいきましたね。あとは守るだけなんですけど、あ、ちょっとミスったか。左に立てたらよかったか。これはでも防げるでしょ。うん、大丈夫。よいしょ。おっと、入っちゃう。うん、大丈夫。いける。オーケー。いやー、勝ちました。やばい。やばい。あー、悲しい。まず右を落とされて、そう、パルチが問題。あー、いいね。今の勝利はナイス。ただですよ、時間が足りないですね。これ時間の問題で負けてしまう。いやー、厳しい。いや、ダメでしたね。いや、強いな。うん、厳しい。たった今、1回負けたんですけど、途中経過ですね。今のところ、K
9位、ね、さっき2位まで上がったんですけど、1回負けたら9位まで落ちちゃいました。連続して勝ちたいところですけど、200、トロフィー200、相当強いですよこの人。いやー怖いな。これ初めにエリートバーバリアンを置くと 100% 防がれてしまうんで、お様子見か、行っちゃいますか、こっちから仕掛けるか、こっちから仕掛けましょう。おっと来た同時に来たぞ。どうする。ああそうですよね、絶対防がれちゃうんですよね。まあまあまあ、左をある程度ダメージ与えたんで、まだいいでしょう。まだいい。すごいぞ、200やろ。まだ1回も負けてないんちゃう、この人。ここはポイズン。相手の方は、相手の方はですね、あれ、何やったっけ、出てこない。バレルを使ってくるタイプなんで、ザップは極力使わないようにしていきたい。来るか？来たぞ。真ん中、止まんないです。ドーン！当たりましたね。で、ザップは使っちゃダメなんですよね。来ました。ど真ん中。はい。あれは焦ってしまうとダメです。到達する前に、あれを出し、あの、ザップを打ってしまうと、たまにね、位置をずらしてくる時があるんで、来たぞ、来たぞ。後ろの方に今出しました。いけ、これは防がれちゃいましたね。まあ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 、ちょっとずつダメージを負わせていきましょう。フリーズ持ってないので、相手の方よし、大丈夫大丈夫、いけ、よいしょよいしょ。これは呪文で削り切る戦法でいいでしょう。よし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 、相手の方も結構手前から出すようにしてますね。さすが200人だけあるわ。お、焦ってるぞ、相手の方。いけ、ザップは使っちゃダメ、ザップは使っちゃダメ。 OKOKOK、 はまったはまったはまった。あー、うまい、ガードがうまいな。すげえ接戦。いくぞ、相手の方のゴブリンはもう完璧というか完封してるんで、よし、はまった、ナイス。これポイズンでいけるか、まずい、いけ、よし、勝ちました。よしよしよし、これは勝ったんじゃないか。よし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 、勝ちました。 OK です。はい、これで終了ですね。大会の方は終わりです。終わりました。いやー、あと30か。いやー、一回ミスったのがでかかったな。はい、最後の戦い拝見しましょうか。3位の方、
この方に抜かされるってこともありますからね。できれば負けてほしいな、この人は。負けて、負けてくれ。でも優勢ですね。足すんじゃないか、この人。お、うまい、うまいですね。うまいな。相手の、いやでも相手の方がちょっと敵重たすぎる感じはあるけど、いやー、うまかった、この人。どうなった？マジか。6差か。そっか。いやー、厳しい世界ですね。いやー、面白かったな、でも。はい。ということで、はい。こんな感じです。いかがでしたでしょうか。他人の知らない方の大会に勝手に参加するっていう感じの動画なんですけど、簡単に調べると、まあ、5分か10分くらいで、空いてる大会は絶対見つかりますので、はい、絶対に入れると思います。皆さんもね、ぜひ大会にガンガン参加してカードを稼いでいったらどうでしょうか。10枚。10枚か。25枚欲しかったな。まあでもね、ないよりマシですよね。はい、ではこの辺で動画終わりにさせていただきたいと思います。今回の動画もご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。少しでも面白いと思ったらチャンネル登録をお願いします。クララワ動画やスマホアプリなどのリクエストも募集中。せーの、アディオス。オッケーです。